栃木県代表の座を争う51校。その県予選決勝の日、江川投手は5球を投げ抜き、栄光の48代表の一角へと見事なダッシュを決めたのでした。春の選抜で準決勝で敗れたものの、三振ダッシュ60という大会記録を樹立し、怪物の名を欲しいままにした作新学院の江川は、栃木県予選5試合中3試合をノーヒットノーランで勝ち抜くという信じられないような戦績を引っ提げて夏の甲子園に乗り込むことになった。クールと言われた江川だったが、彼の青春はまさに真っ盛りであった。走る列車の中、それぞれの夢を見る選手たちの中で、江川投手は一人、相手チーム以外の見えない大きな敵と戦っているのか。甲子園への長い道を見つめていました。体を組む小倉捕手と丹念に体を揉みほぐす、お互いの呼吸と信頼を確かめ合う体操。プレーボールの後の第1球はカーブ。ストレート中心の攻めのピッチングから変化球によるメンタルな投球を見せる。銚子商業とは過去3回対戦し3勝する江川投手。しかしそれだけに全てを知り尽くされていることから、ピッチングの組み立てを変えて臨む。雨が強くなる。0対0のまままたも延長戦。延長10回、スクイズを見破って切り抜ける。不投が続き、小倉捕手の固い必死のブロックがランナーを出す。雨に濡れた緑の芝生がカクテル光線に美しく映し出された直後、意外なフィナーレが訪れた。延長12回裏、銚子商業ワンアウトフルベース。江川投手は同陣で入念に滑りを止めた。フルカウント。最後の1球、バッターは長谷川。小走りに引き上げた江川投手、雨が手元を狂わせたのだろうか、それともコントロールを失ったのか。169球目の球は大きくそれ、それが1点の勝敗を決したのでした。速い雨足が先ほどまでの熱湯を洗い流して過ぎ去っていきます。球史に残る宇宙の激戦が
通り過ぎたドラマのように光っていました。